皆さんどうもピーマンです。今回の実況は一軍巨人戦をプレイしていきますよ。今季初登板になりますね。前回の実況でようやく一軍に上がってくることができましたよ。現在6月9日ですからね、遅すぎるよね。もっと早く上げてもらってもいいんじゃないかなと思ってる斎藤もいるんだけど、こればかりは仕方がない。2軍でもちょっと不安定なピッチングありましたからね。2軍で打たれてるやつが1軍に上がって活躍できる、そんな甘い話はないからね。この世にはね、リアルってものすごくリアルだから。難しい戦いになるでしょう。しかしね、斎藤は持ってる男ですから、そのリアルも打ち破る能力、っていうのを持ってるもの、人だと思うんでね。これから始まる実況は一軍での試合をプレイしていきますのでね、ぜひぜひまだまだこのシリーズ、てかここからが本番って言ってもいいくらいだからね、そこまではまだ本番スタートもできてなかったからね、ここからスタート切っていきたいと思いますので、ぜひぜひ見てくれよな。まあ巨人ですよ、現在交流戦ですからね。まあ交流戦って言ってももうこの巨人戦で終わりですけどね。いやいや関係ないけどね、正直パリーグ相手じゃなかったよかったなと思ってる自分もいる。セリーグですからね、セカンドリーグですからね、怖さはない。セリーグなんて簡単に抑えれるよ。じゃあ今日は大竹と投げ合うのですが、まず大竹の成績から見ていこうか。今季の大竹の成績はどんな感じ。はい、規定打投球回到達してないね。防御率は、あ、どこいる、あ、1.32! あ、でも13イニングしか投げてないからね、こんな当てにならないね。でもまあ、ここまでは1勝上げてますね。全然投げてないしね。で、巨人打線はどんな感じなの？おー、あ、3割いないのか。わー、わー、わー、これは簡単じゃないよって。いやー、もうさすが落ちぶれた球団ですね。ただ、岡本がやべえな。ほいおいおい、あ、でも、OPS 低く。低く、規定打席到達してる中で最高 OPS が、坂本っていうね。それも低いし、なんだこれ、ゴミ球団じゃないか。いや、斎藤こんな簡単に抑えれますよ。いや、ありがたいね、むしろ。1試合目からこんな環境で投げ出してくれるっていうね。OK、行きましょう。相手ベストオーダーはこんな感じ。怖さは全くない斎藤。今季初登板。完璧に抑えてみせよう。やってこう。シェイクでー、斎藤佑樹一軍デビュー戦じゃポケー。完璧にね、抑えるんですよ。斎藤ならばね、怖さはない。そして札幌ドームですからね。まあ、長打もないでしょう。チーム最高ね、OPS の選手が7割0分1ですからね、ほんと。これに恐怖を感じ出したらもう野球選手として終わりだね。いや、人間として終わりかもしれない。まあ、でも油断しないようね。今季初登板。まあ、QS できたら OK というところで、まあまあまあ、それくらいの気持ちでね、やっていきましょうよ。今日絶好調ですからね、いい球いきそうだよ。一軍で投げるのはこれが初めてだ、このシリーズ。一軍相手にどれだけ通じるかだけどね。あれれ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 、ストライクが入らないぞ。でも全然焦りはないんだよね。これびっくりするくらいにね、焦ってないんだよね。オッケーオッケーオッケー。最後何でいく？フォアボールやりたくないしな。いや、ま、ここは決め球、フォーク球でしょ。これで二軍でも三振奪いまくってましたからね。流して。ファール。イエス。まったく計算通り。びっくりしたね。あ、計算通りすぎるなと思ったもんね。もう。さて、毎回落とすよ。ほい。うわ、あいつ！これも当ててくれ。縦尾がなかなか凡退しないバッター。いいね。チームのリードオフマンとしては最高。味方としては最高。敵としては死んでまいボケですわ。ほい。うーわー。ノー。オーマイガー。いきなりやらかしてしもうたね、これは。2番、片岡。盗塁もあるしな。はい、決めてきたね、いきなり。どうだ、近藤の肩は。はい、アウトー！グッバイ！レッツゴー！こういうとこはまだ未熟なんだよね、立岡くんっていうのは。いやいや、フォアボールを選ばれて、こいつは巨人を代表する選手になるなと思った矢先これですからね。こいつは何にでもない、その辺にいるただの二流だ。まぐれでフォアボールを選んだんだね。よっしゃ、これはありがたいけどね、いきなりね、一軍ね、今季初のマウンドでフォアボールを与えて、もう観客、しらけてる中、その後盗塁してアウトですからね。オッケー。慌てず行けば、抑えれるか。慌てるような相手じゃないしね、そもそも。おー、いい球。これだよね。これ今日投げれたらね、ポンポンポンって三振取れると思うよ。まあ、でも片岡はフォーク得意な変化球ですからね。ちょっと見極められたかな。あれ ?2 者連続フォアボール。嘘。よし、三振グッバイ。このカットボールだよ。微妙に変化が打ちにくい。微妙なね。さて、3番、高橋か。規定打席は到達してないね。俺はよくプロスピでは高橋に打たれてるからな。斎藤は打たれないように。イケメン対決、甘いマスク対決ですね。まあ、やや斎藤の方が上かな。顔的にはね。ルックス的にはね。ただ分からない。野球が大事だからね。野球で負けちゃダメなんだ。詰まった打球は！イエス！
まず1回フォアボールを与えましたが、3人で抑えました。いきなり与えた、あ、ダメだなって思ったけどね。いきなり与えた時はね。でも3人で抑えてますからね。援護あるか、援護あるか、援護をくれ。中田翔さん打ってくれないと、大谷の時だけ援護してるようじゃダメよ。斉藤の時ください、お願いしますよ。さて行こう。長野が4番なのか。2割4分ホームラン4本、全く怖さないけどね。多すぎない？2割4分でホームラン4本って。はい、いきなり凡退するしね。もう4番としての怖さっていうのはないけどね。数字からしても戦ってみても4番が初球いきなり打ち上げて凡退とか虚しすぎる。うわー、坂本がすごく長打のないバッターになってる。アヘアヘタンダマンじゃないですかねえ。ホームラン1本しか打ってないよ。まあ、でも坂本の場合は盗塁できるからね。まあ、盗塁何個決めてるか知らないけどね。悲しいね。こんな落ちぶれた坂本見るとは。打率も中途半端だし。過去ホームラン30本打ったバッターか、本当に。あれ、打ってねえんじゃねえか、実は。いや、もう怖さないですね。ああ、行こう行こう、斉藤。落とせえ。落とせえで行こう。はい。いらないボールが多いんだよな。低めストレート行ってみようか。なあ、粘られるな。カーブ系得意だからな。さっきと同じカットボール。これもインローでしょ。ここでしょ。基本ここ決めれば、打たれない。はい、三振。ほらね。ほらね。今日2個目の三振、カットボールだからね。どっちもカットだよ。さて、アンダーソン。ほほほほ。いや、待て。今日絶好調だからな。警戒はしていかないと。数字見たらもう帰れですよ。何しに日本来た。言うは何しに日本へですよ。数字なんて当てになんないからね。斉藤と戦うのは初めてだし。長打力はある。おし !147! あそこ決めれる一流ピッチャーか、前剣か、お前は。はい、いやー、三振でないよね。そう、まあ、相手も絶好調ですからね。そう簡単に三振取れるとはこっちも思ってないけどね。よし、流して、にゃお、レアード取って、ゲッチュ。2回も3人ここまで被安打はゼロですよ。どうだいみんな、最高すぎるだろ、欲しいだろこの斉藤。やらねえぞ。マー君声もあるかもね。レアードトゥーベースからの、からの、からの、はい、まず1点。ナイス援護来ましたね。早くも援護。まだ来る。岡君ダメダメ。西川、イエス、西川ナイス2点目。これはもうチームが斉藤を勝たそうとしているね。本当にやっぱ日ハムっていうのは愛に溢れたね、ハム球団ですわ。よっしゃ。うわぁ、村田根拠。え、巨人で今一番打ってる選手じゃないの ?2 割9分2厘って。おいおいおい。チームはもう、ね、完全に泥状態というか、泥沼化してるんだけど、村田だけが一人頑張ってるね。チームが弱いと頑張れる選手なのかな。そういうとこあるよね。ま、ちょっと怖いね。この数字だけ見るとね。よし、数字だけ見るとね。中身はもうただの豚ですから、打たない豚ですからね。うん、簡単ですよ。斉藤を抑えました。ワンアウト。簡単に来すぎてちょっと怖いなぁ。まあ、でも1打席目ですからね。これ1打席目のね、大抵当てになんないよ。初見ですからね。相手からしたらね。こっちからしてもそうだし。2打席目がやっぱ2打席目以降が怖いよね。そら投げたら打たれるわな。あー、ダメ。この試合初のヒットは長打トゥーベースかい。なんであの球今投げようと思ったんだろう。チェンジオブベースだよね。完璧に甘い球だよ、本当に。もう、時々あるんだよな。時々ね、相手に自らね、打ってくださいと言わんばかり甘い球投げる。それが斉藤なんだよね。優しいんだよね。打たしてあげようとする。でも、次は抑える。はい、太田を抑えました。うん、みかんの大気はみかんの大気のまんま色バカ野郎。舐めるなよ、斉藤。さて、ここが打者2巡目入るからね、2打席目だよ。さっきはほとんどの球を見られたからね、この立岡に。まあ、盗塁死でアウトしたから結果的にはいいんだけどね。ただ、ここで打たれるわけにはいかん。はい、三振！グッバイ！立岡くん、何もできない！みずいめ、みずいめ。このピンチを切り抜けた斉藤にも怖いものはない。今日はもう、ノヒットノーランでいこう。打たれておるけどね。もうないんだけどね。気持ちはそれくらいでいかないと。いやいや、最高だね。チームも早くも援護くれて。ほんで、斉藤もこのピッチング。正直ね、5回投げて2失点、3失点で今日は折れるかなと思ったけど、意外にも完封いけるんじゃないの？今季1軍での初登板が、完封っていうのもね、
あったら最高に気持ちいいけどね。いや、まあそういうことは言わないようにしよう。わりかしそういったケースでボコボコにされたこと何度もあるんで。ほら、もう低めにね、ズワズワいい球決まってんだよな。最高だよ。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。オーケー。カットボールはやっぱこの1軍でも通用してるね。2軍でもかなりキレキレの球でしたから。これはどうだ？集まってセンター前。投げすぎたかな？ 2 球対応したらダメだよな。さすがにね、ヤンキースのリベラ並みのね、球威変化量っていうのはないからね。まあ、決め球として1球投げる程度がいいね。連投できる球ではないわ。まずい、この回、片岡を出塁許して、ノーアウトランナー1塁。よし、これ見てよ、斎藤、本当に斎藤かと思うくらいにキレキレのストレートだけどね。うわぁ。盗塁どうだ来ないのか。この打球は取ってくれ。イエス、はい、ゲッツ、ありがとう。あ、ゲッツ違う、ヒットエンドランか。あー、最悪だな。エンドラン仕掛けてきてね、球、もう、行ったコースは完全ゲッツコースだ。ほんで、高橋ですからね、アウト取れてんだけど。くっそ、それさえなければよかったの。まずいわ、アウトランナー二塁だ。いや、いや、4番が2打席連続初球凡退。おいおい、こいつ首にしろよ、お前。もう、他球団に放り投げろ、お前、こんなもん。いらねえよ。巨人ファンとして恥を覚えるわ。あんな簡単な4番もいねえよ、なかなか。いや、ここちょっとよ、いや、まあ、頑張っていかないとね。かあ、坂本か。怖さはあるよね、やっぱ。数字からしたらしょぼいんだけど、ホームランもないんだけど、やっぱ俺はプロスピでよく打たれてるからな。よし！で、最後何でいく？ここ、打ってこないよな。そう簡単に抑えられないもんな。内角を追いぐる。シュート。この打球は、イエス！ほぉー！坂本を抑えました。インコース、賭けですね。あの胸元をえぐる。あえてここ投げたんだよね。こう打ってくることも分かってた。それが結果的に抑えられたらよかったなと思ったんだけど、ああ、また計算通り。うん、ここでのレフトライナーね。めっちゃ余裕あるし、誰も取らねえし。なんか誰か取る演出欲しいよね。ファンももっとちょっとね、ちゃんと作ってほしいんだよな。ボール側の跳ねてる絵を毎回見るの胸が痛くなる。無反応っていうね。プロが投げるボールなんで取らねえんだよ。はい、3点目ありがとう。援護、援護、援護だね。うわー、4点目欲しかったな。よし、5回のマウンドです。この回を抑えれば今季1勝目の勝利投手の権利を得ることができる。頑張っていかないとね、このイニング。このイニングを超えれれば、正直斎藤の中で、いや、俺の中で楽な気持ちが出てくるかな。超えれればね。何が起こるか分からない、それがプロ野球。それが野球なんですよ。ほらね。ファル、危ねえ。外、外、外と攻めたが、さすがに狙われるよな。もう一球、外。見せた後のフォーク。インコース。インロー。これね、膝元落とせば確実に、ブン。蜂が飛ぶんは？え？飛ばないの？蜂が飛ばない。嘘でしょ？バットも飛ばない。じゃあ、これはどうじゃ？うーわお！コースギリギリやぞ、お前。あれ見てくる？ほい、ちょっとあれ見られるのは厳しいな。フォアボールも嫌だし、かといって投げる球ストレートでいくか。今日キレキレだからな。インハイに行くっていう手もあるけどね。力強く行ってみようよ。アンダーソンに勝負を挑もう。インハイに行く。ほい、ガー、粘られるか。勝負に出た。これなら打たれてもよかった。いや、打たれてもよかったってちょっとおかしいけど。いや、決めたかったんだよね。決め球だったから。イエーソワーイエッソワー隊長イエッサーカブレイエッサーオッケーカブレ三振ね。いいとこ決まったよ。さて、村田だ。ちょっと先頭バッターからかなり苦労したけどね。もう、なんだろう。すごく疲労感が半端ないよ。試合終わったみたいな感じ。そう、あんね、やっぱ怖いな、アンダーソンはね。フォーム的にもね、よく見てる選手なので、パワーはあるからね。さて、村田先輩にどこ投げればいいんだ。ストレート、外投げれば1球くらい振ってくるかなと思ったんだけどね、来ないかな。だまずはインコースカットボール。これでストライクカウントを稼ぐ。はい、 OK で、フォークだね。やっぱフォーク系苦手なピッチャーな、バッターなんでね。これらも落とせばブンブンブンですよ。はいはい、ほらね、お手本のような三振。教科書載せよう、みんな。道徳の教科書ね、三振する豚として絵をね、図を乗せてあげましょう。なんかの参考になると思う、子供たちよね。わー、この打球、わーお、
今日ヒット3本打たれて、そのうちの2本が相川かい。一番打たれない相手でしょ。意味がわからないね。どうしたんだ。今の別に特別悪いとこ投げてないんだけどね。さて、太田か。はい、OK。いやいや、太田なんて初戦は太田ですからね。ずっと未完成のまんまですから。無様に三振するのがオチでしょ。お、見てくる、成長したか。はい、そんなことないね。そんなことないね。はい、グッバイ。イエース、これで今季1勝目の勝利投手の権利を得た。監督、栗山監督はどこまで使うかだよね。まあ、斎藤ならもう今日は完封できる。あー、いけるね。レアだ。ありがとうございます。いや、これはもう多分スタミナ、球数がね、相当悪くなければ完封いけますね。いけます。今日の投球内容はこんな感じ。カットボールをね、酷使。俺はリベラスタイルでいくからね。もっと使ってもいいかもしれないね。ストレート、逆にストレートはね、ちょっと控えめにいきたいな。さて、これで3打席目、今日は被安打3本。ほんで、フォアボール1つ。もう斎藤とは思えない。マー君じゃねえか、これ中身っていうくらいのね、いいピッチング内容ですけど。ただまだ試合終わってないからね。勝利投手の権利は得たけど、まだわからない。QS はまだ得てないしね。よし。カットボール。これも痺れるね。俺大好きになったわ、この斎藤使ってたら。カットボールでアウト取るの気持ちいいわ。なんか微妙な変化で取るっていうね。打っても内野ゴロだし、難しい球だよ。あー、足とか取るなら普通に取りたかったよ。いいんだけどね。ど真ん中での三振か。三振7個、もうね、やばいよ。はい、 OK。 レアードよく取ってくれた。ホームランに続きいい守備だ。ほーやー、2アウト。さて、 QS まだあと1人、あと1人、簡単だーい。で、高橋。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。はい、オッケー。コースギリギリ、ここだよな。ここに今日は投げれてるもん。それが全てなんだよな。ここに投げれてる時点でもうどう頑張ってもね、巨人打線に打たれるはずがない。うん。これ下手したら2軍の選手よりもひどいかもしれないよ。実力的に、数字的にはね。2軍の選手上げた方がもっと打つと思うけどね。うわあ、いやー、そらそうだよな。そらそうだわな。そうだわさな。あれはあかんわ、だわさな。あれはお母さんもあかんだわさ言うとるわ。おばあちゃんも言うとるね。いかんだわさな、これは。お前か。完全に油断から来た一球になったね。高橋に豪快な一発だ。ど真ん中。もう書いてたね。ボールに高橋さん打ってくださいって書いてましたね、斎藤。すごいとこまで飛んだな。今季の初失点、1失点目は高橋のソロホームランですね。そんな物事をうまく運んではいかないと思ってたが、まさかここでの失投すか。でもこの立ち直りを求められてると思うんだよね、今の斎藤には。ここでから打たれるピッチャーはたくさんいるけど、ここで抑えるピッチャーになる。打たれとるけどね。えぐい打球打たれたけどね。イエース。しかしこの回1失点、完封とはいかなかったね。どうなんだろうな。今の打球見たら栗山監督ちょっと怖くなって変えるってこともあるぞ。7回行く。あ、変えられたね。まあ、こればかりはもう仕方がないですね。栗山監督の判断も正しいし。別に俺も文句言おうとは思わないし。やっぱね、最近1軍に上がったばかですか、こう、首脳陣評価っていうのがあるからね。そういうのもあってですね、今のところはもう1軍ピッチャーの中でも一番最下位なので、先発投手としてはね。これからいいピッチングをして積み重ねていけばですね、長いイニング投げ出してくれる、ね、あれもありますから。信頼を得ていかないとね。さて、試合はこのままどうなる。もう、勝利投手の権利を得てるからね、今季1勝目。なるか。頼むぞ。やらかすなよ。やらかすな。斎藤は持ってる男だ。持ってないやつだったらここから逆転負けみたいなね、あれかもしれない。いや、もう言わない方がいいけど、いや持ってるから大丈夫だけどね。はいはいはい。ちょっと待って、ちょっと待って。あと1点取られたら終わりだよ。何してんの、何してんの。 What? イエース。あっぶれ、あっぶれ。もう持ってねえな。持ってんのか。持ってるわ、斎藤持ってるわ。逆に持ってるわ、ここまで来たらね。1点で抑えてくれた。アップレーよ、勘弁してくれよ。なんじゃそれ、お前。びっくりした。あと1点というところまで追い詰められたけどね。はい、斎藤6回1失点投げて、今季初の登板は、で、勝利投手になることができましたね。いや、もう今日は、早い段階で援護をくれて、そして巨人打線を完璧に抑えた斎藤。いや、もうすべての要素が積み、ね、重なり合い。できた一勝だと思いますね。これで勝てなかったら本当もう、なんだろうな。もう、
生きてる意味がわからなくなってくるよね。はい、今日の斉藤の投球内容を見ていきましょう。高橋に1本浴びたのがちょっと悔しいけどね。はい、今日の投球内容こんな感じ。6回投げて打者22人に対して球数は91球ですね。6回投げて91球はちょっと多いよね。これで完封完投は難しいかな。被安打4本と少なく、三振が7個、フォアボール1個、まあ、先頭バッターに与えた1個だけですね。で、失点1で被本塁打1本で防御率は 1.50、今季1勝目という形になりましたね。うん。おー、よくありがとう。そこまで監督が褒められたらちょっと嬉しくなってくるね。逆にこっちもありがとうと言ったらやっぱ不安でしたからね。早いイニングで変えてくれたことを、まずね、一勝するということが大切ですからね。栗山監督に感謝したいと思いますよ。まあ、今後多分暴言白紙が多々あると思いますけどね。なに？次回6月19日ソフトバンク戦？わーお。わーお。ダメ。嘘でしょ。わーお。いいでしょ、わかりました。2試合目にして現在の日本で一番強いチームソフトバンク相手に投げねえとダメなのか。恐ろしいね、怖いね。手が震える斉藤もいるんだけどね。いや、いいじゃないですか。1軍2試合目、次も勝ってね、ソフトバンク戦も勝って勝利投手なっていきましょうよ。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。1試合目からね、最高のピッチングをすることができたので、これからまだまだ最高のピッチングしていき、マー君越えを果たす。できないことないでしょ。マー君なんて所詮は斉藤からしたら別に特別な存在でもなんでもないからね。簡単にですね、抜いていきたいと思いますので、マー君と斉藤どっちが最強かと言われれば、8割の人間が斉藤の方が上だというね、そういう、なんていうの？風潮を今から作っていきたい。このシリーズでね。OKOK、わかりました。じゃあ次回の実況ではソフトバンク戦、難しい戦いになるかもしれませんが、非常に楽しみな一戦なのでね、また見てくださると嬉しいです。グッバイ、また会いましょう。